こんばんは、カツノリです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナースクランブルエッグ。ウインナー、ソーセージスクランブルエッグかウインナースクランブルエッグにします。ソーセージウインナーは8本、卵 LL2 個。でキャベツサラダですね。で、だしオムレツ卵2個使っているやつがありますが、それは後で紹介しましょう。はい、肝心の体重からですね、今何キロか、今増加期でしょうね。ウインナー食べてるからもあるし、飴を舐めてるからもあるんでしょうけど、何より大腸潰瘍性大腸炎の影響でしょうかね。1日1食でこれだけしか食ってないのに太るっていうこと自体がちょっとおかしいですからね。体重 58.6、 体重 58.6、 体脂肪率 13.0、 体重 58.6、 体脂肪率 13.0、 基礎代謝 1377、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 48.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.7、 体重 58.6、 体脂肪率 13.0。 はい、で、だしオムレツ、はい、いい感じでできてます。だしオムレツです。でもう一回卵を食べるのは間違いないんで、こうやって出しておきますね。はい、だしオムレツとウインナー、スクランブルエッグ、だしオムレツ、ウインナー、スクランブルエッグ、キャベツサラダ、白ご飯です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。